はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。早速ですけれども、本日は海辺にやってきましたので、海のそばをお散歩していっちゃいと思います。それでは早速いっちゃいましょう。はい、ということでですね、本日は他の企画で海の方までやってきたんですけれども、せっかく海の近くまで来たんで、まあ、いつもと違う風景、この海の風景を皆さんにお届けしながらお散歩していけたらなというふうに思っております。ということで、今このね、視界の先あっち側になんですけど、夢の国のね、ホテルとかあと城とかめっちゃ見えてるんですよ。で、俺夢の国めっちゃ好きで、7年前から人間関係やめた兼ね合いで、まあ、もう8年前ぐらいか、人間関係やめた兼ね合いで、さすがにね、もう結構なおじさんですし、そこに一人で行く勇気はないですし、そもそも一人じゃね、そんな楽しくないんじゃないかな。まあ、一人でも楽しいのかなとも思うんですけど、まあ、なかなか勇気が湧かなかったんですけど、実際目の当たりにするとちょっと行きたいななんて思ったりしちゃってて、この後ちょっと予定とかがあるんで、まあ、今日は行けないんですけど、もしかしたら思い余って行っちゃうかなっていう。夢の国はなんか撮影禁止みたいなこともあるらしいので、まあ、なかなかね、動画にはできないと思うんですけど、最近なんか動画にできないことをあまりやらなくなったというか、なんかどうせだったらもう全部動画にしようみたいな、生活を動画に持ってこうみたいな、生活を動画に持ってこうみたいな考えになっちゃってるんで、そこもあるので、もしかしたらいかないかなっていうのもあるんですけど、まあ、気が向いたらというか、今めっちゃ行きたいなって気持ちになっちゃってるんで、もしかしたら行くかもしれなくて、もし行ったらパーク内は映せないと思うんですけど、行った時の感じとかをトークとかでお送りできればいいかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、今日は別の企画でこの海の方に来たんですけど、その動画はまたおいおい出ると思うんですけど、夏が来るということで、まあ、もう来てると言っても過言ではないですね。もう7月なんで夏ということで、まあ、これからの展望といいますか、まあ、どういう感じでやっていくかっていうところも少しお話ししていけたらなと思うんですけれども、まあ、とりあえず現段階で店舗さんにご協力いただいて企画やっていきたいなっていうのがあったんで、それは一つ、まあ、企画書を出させていただいて、その企画書はご了承いただいて、まあ、撮影日も決まったんで、まあ、そっちはね、撮っていこうということで、そういった店舗さんを使わせていただいた、まあ、企画をとりあえず一つ決まってるんで、それはお送りしていきたいなというふうに思っております。まあ、そして、まあ、今日これからなんですけど、ロケの交渉とか、まあ、とりあえず一個行こうかなって考えてるのがあって、であともう一つ結構ね、有名な昔からの古い歴史のあるお店があるんですけど、そこは一応撮影は OK ということだったんですけど、ちょっと最近雨が続いてて、まあ、天気の状況とかもあるし、歴史のある店なんで、まあ、テレビの撮影とかが来てて、その兼ね合いでなかなか撮影ができなかったりしたんで、それもおいおいやっていこうかなというふうに思います。ということで、まあ、今夏がやってきてて、エンタメ系の YouTuber の人はみんな本気を出してくるというところで、もちろん俺も本気でやっていかないと、本気でやってったところで太刀打ちできないと思うんですけど、夏とかね関係なく、もう俺は常に本気でやらないとどうにもならないと思うんですけど、まあとにかく本気でやる上でどういった企画やっていこうかなってなった時に、やっぱりトークだけとかだと厳しいと思いますし、そういった店舗さんに協力いただいたりですとか、ロケ行っていろいろな、まあ、お店の魅力伝えたりですとか、そういったことも必要なんじゃないかなっていう風に思いまして、そういった動画を作らせていただいて、皆さんの反応で、まあ、どうだったのかな、面白かったのかな、つまんなかったのかなとか、そういう反響も受けながら、どんどんコンテンツを改良して面白い企画いっぱい撮れるようになりたいなという風に思っております。ということで、まあ、今日撮った企画はもう結構偶然の運が重なって、もう本当にラッキーで撮れたような動画だったんで、まあ、それもね近日中公開すると思うんで、そちらも楽しみにしていただければなという風に思うんですけれども、まあ、とにかく夏というか、もうマジでめっちゃ本気でやってくっていう気持ちだけがもう前へ前へ行っちゃってるんですけど、本当に毎日 YouTube のこと考える時間増えましたし、本気で向き合ってたらそういう運も味方してくれたりするんだなっていうこともあったので、マジで超本気で頑張っていきたいと思いますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただければなというふうに思います。それでは本日の動画は以上とさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた会いましょう。